エミール・ハスラー・エミール・アッスレルは、スイスの医師、民族学者、植物学者である。パラグアイで働き、パラグアイの植物や民族資料を収集した。アール・ガウ州のアーラウに生まれた。エコール・デ・アーツ・イ・メチエ・ディ・アーラウで学んだ後、フランスやブラジルのリオデジャネイロで医学を学んだ。ブラジルで医師を務めた後、1887年に、パラグアイのアスンシオンに近いサンベルナル・ディーノの、 病院に赴任した。1889年にはパリ万国博覧会のパーラグアイの出展の学芸員を務め、1993年にはシカゴコロンブス万国博覧会に自らの収集した民族学的コレクションを提供した。1895年から1896年に最初の植物収集旅行を行った後、スイスに戻るが、百九十七年に 再び植物採集のためにパラグアイに渡ることに決めた。採集した植物についての著作プランテ・ハッセル・リニーは1898年から発表が始まり、1907年までかけて完成された。1898年にサンベルナルディーノに住居を作り、1898年から1908年の間、何度かパラグアイ人のテオドロ・ロハスと パラグアイ国内の植物収集旅行を行った。1909年からスイスのジュネーブに近いピンチョットに住み、収集した標本の研究を行い、ジュネーブ大学の植物学の教授、ローベル・イポリット・ショーダと協力して多くの論文を執筆した。ショーダとは1914年にパラグアイのフィールド調査も行った。1919年にアスレルの収集した標本は、 友人のブリケが園長を務めるジュネーブ市植物園に寄付された。1920年に再びパラグアイに渡りサンベルナルディーノに住みスイスとパラグアイを行き来する生活を始めた。1921年にパラグアイ科学協会の設立に貢献し名誉会長となった。1932年にボリビアとパラグアイの間でチャコ戦争が勃発すると サンベルナルディーノに負傷者のための病院を設立運営し、外科医として働き陸軍から名誉的な階級を与えられた。1934年に国立アスンシオン大学から名誉博士号を送られた。アスンシオンで没した。ハッセルは植物の学名で命名者を示す場合にエミールアスレルを示すのに使われる。ありがとうございます。